皆さん、見下ろしてますか？筋肉祭りも終わりましたね。いやすごかったんでしょうね、本当に。これ収録してるのは筋肉フェスティバルの前なんですけど、まあ、おそらくツイッターでね、きっと筋肉フェスティバルの様子が大盛り上がりなんじゃないかなっていうのを描いてます。描いてます。今週もね、私 AP トミーと、そして、はい、ミクロスガールズのコトネこと渡辺コトネです、はい、の2人でいろいろな最新情報をお届けしていきたいと思います。今回はですね、もう来週なんですよ。来週コミケ。コミケ、そう。なのでそのコミケに先立って、前回もねちらっと言ってました、ね、そうですね、まあ、来週開封しちゃいますか、ね、という話をしてましたけども、開封したいと思います。そう、していきましょう。このサプライセット、そしてバトルセット、開けていきます。開けていきましょう。それなんですけど、これね、紹介するにあたりね、やっぱりウィクロスチームの VTuber 大好きっ子こと、そして自身が二次元に旅立ってしてしまったかなたくを呼びながらのね、紹介していきたいと思います。せーの、かなたくさん。こんにちは。あ、かなた来てくれてありがとう。ありがとうございます。弱音で飛び出て。今回もこれで行くんだね。これで行かせてもらう。じゃあ早速なんだけど、今回のこのコミケで先行販売されるバトルセットとサプライセットをね、ちょっと紹介してもらおうかな。いいだろう。まず、タカラトミーブーツでコミケに出店するんだが、このバトルセットとリミテッドサプライセット、ワンセットになって5000円で売られている。おー、ワンセットですね。そして、1人4つまでの限定が入っているの。では、一つずつ見ていこう、うん、バトルセットは8月31日に発売されるバトルセットの先行販売だ。先行販売、おー、ではここでゲットしたいですね。半月以上前に手に入るんですね。ああ、まさかの。しかもこの手に入れたバトルセット、なんと大会で使える。いいんですか。いいっすか。使っていいぞ。ウィクロスパーティーとか、ウィクロスセレモニーでいいんですか。いいんですか。出ていいぞ。わあ。そしてもう一つ、ウィクロスリミテッドサプライセット23G バージョン。すごい。これは封筒の中に入っていて、何が当たるかわからない、いわゆるガチャ形式となっている。うわ。他には、プロテクト8種から2種ランダム、そしてストレージが4種から1種ランダムで入っているぞ。へー、パッケージもまた可愛いですね。可愛いですね。そう、このパッケージはカードのデザインになっている。お、なんか文字書いてあるんで、ちょっとね、読んでくださいよ。いろいろ、でもなんかちょっと触れたいところがいっぱいあるんですけど、あえてウィクロス5っていうのが5周年だから5なのかなとか、あ、ぽいなとか、ね、サプライ24、34、リミテッドのところとか、その2434は2次3次を表している、はい、2次3次、あ、すごい、こだわりがやばいですね。リミテッド30ってやばいもんね。いいですね。ジョージ、あなたはこの商品からウィクロスを始めても良い。いいんだ。いいです。お、はい、自動効果、この商品を購入したセレクターは以下のものを得る、はい、オリジナルカードプロテクトを50枚入り2個、ほうほう、オリジナルストレージボックス1個、おー、はーい、となってます。へー、ちょっと開けていいっすか。そろそろ開けていいですか。いいだろう、開けたまえ。お、開けていきましょう。じゃあ開けちゃってください。そしてその裏面はビクロスのルリグデッキの裏面になっている。あれ、本当だ。しかもなんか書いてありますよ、真ん中に米印で。この封筒は公式大会では使用できません、うん、コインカードとしては使用で、大きいけどね。これコインとして使っていいんですか。お前集めたまえ。マジか。いける。お、あ、ついてるんだ。そういう感じなんですね。じゃあ見せてください、視聴者の皆さんに。プロテクトが、プロテクトが、おい、かわいい、こちらですね。二次三次の3人がいるやつと、そっちがカエルさんだ。カエルさんだ。お、樋口楓、レベル1のプロテクター。バトルフィールド燃やす人だ。そうなんですか。エルフの森が燃えて困ってるんだ。
これがまあプロテクト。でもこれランダムなんですかね。ランダムだ。ランダムですよね。これが当たりました。そしてストレージボックスが、ストレージボックスがおなんとカエルさんセットじゃないですか。これはもうにぎさんじバトルセットでエローン構築にしろっていう天のお告げ。お告げ、いやどっちもこのいいですね。これ別にあれですよね、金沢さん、あのこれとこれが当たったからこれになってるとかってわけじゃないですよね。完全ランダム。完全ランダム。たまたま。うわ運命感じちゃうなこういうの。カエルさんだけどね、ここにちゃんとね誰もいるんですよ。あれじゃないですか、キーのイラストじゃないですか。サポートキー。サポートキーの。確か今回ねレベル4ってみんな、ね、そうですよね、それぞれサポートキーが、ね、持ってるんですよね。入ってるんですよね。そうだ。これでね、二次三次、じゃあ、カエデさんで組んでいただいて。カエデさんで組もう、完全にカエデさんセットでしたね。そうですよ、はい。いいですね。トミさん、実はですね、はい、今回、バトルセットの方にもですね、プロテクトが入ってるんですよ。開けちゃいますか、はい、いいですか、じゃあこっちも開けていきます。はい。パックじゃないのに、こう、剥く楽しみがあるって。いや、いいですね。いいですよね。おー。この子は、シーナ・ユイカ。シーシーだ。シーシー。あれこの人確か、あの、確かウィクロスの動画を上げてくれてた人ですよね。そうだ。レジスタンスラジオで開封をしてくれた。おお。ハサミ持ってます。これなんでハサミ持ってるとかあるんですか。が持たれてたっていう。そこからなんですね。ちゃんとライダーさんの動画を見てこれ作ったんですね。じゃあそうだ、すごいですね。それぞれやっぱそういうのがストーリーがってるってことですよね。なんかそういうのを探すのも楽しいですね。いやいいですね、動画見たくなっちゃうな。ありますね、うん、コミケ来週ですので皆さんぜひこちらのスペシャルなグッズセットしてくださいね。はい、お願いいたします。はい、これを買えばすぐにビクロスを始められるぞ。うん、うん、最後はですね、恒例の筋肉じゃんけんでウィクロステーション、終わらせたいと思います。はい、じゃあいきますよ、準備よろしいですか、せーの、筋肉じゃんけん、じゃんけん、パーでーす、パーでーす。面白かったかな。お友達になってくれる子は青いボタンをタッチしてね。次は何を見る？タカラトミーチャンネルのおすすめはこれ。